しかったけど、これからの日々を考えるとまるで胃の中が空っぽになる気がしてくるんだぞ。そういえばオイラたち、フォンテーヌに来てからずっと変な法律に引っかからないよう気をつけてきたけど、結局自分からメロピデ要塞に行くことになるなんて、これが運命ってやつなのかもな。はあ、メロピデ要塞に着いたら急いで調査しようぜ。おいら監獄なんかに長くいたくないし。おや、今何か聞こえたような。スクープの匂いがするわ。匂いは嗅ぐもんで聞くもんじゃないぞ。って、どうしてここにいるんだシャルロット。それがね、ある事件の目撃者からこれでもかってくらい情報を聞き出そうとここで食事する約束をしてたんだけど、結局すっぽかされちゃったのよ。落ち着け私。記者にとってこんなのよくあること。旅人からまた新たなスクープを掘り出せれば食事代くらいは返ってくるかも。おい、聞こえてるぞシャルロット。なんでもないなんでもない。さっき君たちの会話からメロピデ要塞って聞こえてきたけど、まさか何かやらかしたのかな。そんなことないぞ。オイラたちがそこに行くのはただまずい。内緒にするよう頼まれてたのを忘れるところだったぞ。そんなことで捕まったの？まあよく考えるとわからなくもないか。おぞましさで言ったら小さく見積もったって窃盗と同レベルだからね。おいらそんなひどいことしちゃってたのか。ごめん、おいらが悪かったって。となるとどうやらビッグニュースでもなさそうね。残念だわ。でもまだチャンスはあるかも。君たちこれからメロピデ要塞に行くんだったら代わりに取材してきてくれないかな。それは多分やる時間がないかも。何もそんな難しいことじゃないって。ただ単にメロピデ要塞の管理者と可能な限り接触してみてほしいの。実は彼、フォンテーヌから公爵という名誉市民の称号を授かっているの。すごいでしょ。こんな称号を得られるのはフォンテーヌに多大な貢献をした民だけだからとても少ないのよ。それにメロピデ要塞はずっと法廷の管轄外にあるから、私たち記者を含めてみんな彼についてほとんど知らない。だから彼に関するトピックを記事にできればきっと注目されること間違いなしでしょ。それはそうだけど、こっちにも事情が。もちろんただではとは言わないわ。今日の食事私におごらせて。よーし、決まりだな。オイラたちに任せろ。交渉成立。そろそろ料理も来る頃ね。こんなにたくさん注文したの？ちょっと縁起でもないことを言っちゃったかな。まさかこんなに食べられちゃうなんてね。失策だったわ。取材の件忘れないでよね。
視界が開けたわね。予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。うわー、ここを降りてくのか。メロピデ要塞って海の中にあるのか。水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい。この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだといいけど。でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ、前にメロピデ要塞の管理者リオセセリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのではなく黙認しているのだ。この点については重々気をつけてくれ。では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ、マドレーヌ。ヌビレット様、新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私についてこい。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それから手続きを行う。罪人になるのってこんな感じなんだな。随分機嫌が良さそうだな。
お前たちのような楽観的な囚人は滅多にいない。マドレーヌか。今日はまた何で降りてきたの？ヌビレット様から直々にこの二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。はあ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんかここへ次々にやってくる囚人の対応することくらいしかできないよ。スマイルサービスでも始めてみたらどうだ？もしかしたら業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけた面してるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。それにたとえ微笑んだって囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない？確かに一理あるな。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人ともまずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きはマレッテが手配してくれる。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン、合ってる？おう、合ってるぜ。先に罪状とケーキについて確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネージナヤの施設が神のために誠心誠意用意したケーキを食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。ケーキ45日？ヌービレットがあのケーキをオイラたちにくれたのってまさか。罪状からして君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えればこんなのほとんど水神暗殺みたいなものだもん。こっちもいい経験になったわ。ありがとう。でもメロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って写真機で撮影するから。うん、いいけどいい感じに撮ってくれよな。これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし大切にしなさいよ。生まれ変わるってちょっと大げさじゃないか。オイラたちがここにいるのってたったの45日だけなわけだし。お前たちだな、ついてこい。おう、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。必要ない、どうせ覚えられないからな。行くぞ。
そのお前ってここの看守なのか？ここって何か気をつけておかないといけないこととかあるか？もしかして聞いちゃいけないことを聞いちゃったかな？それに答える義務はない。何の利益にもならん。だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。特別許可権？お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。こいつはメロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。つまりここでしか使えないお金ってことか？そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったようにここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。過去にどれだけの富や勢力を有していようがメロピデ要塞では全てを捨ててゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならねえ。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会よってな。これこそが特別許可権の狙いであり正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中には刑期を満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。メロピデ要塞ってそんなとこだったのか。てっきりもっと監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所についてはいい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだな。もうじき見れなくなる。太陽と久しく会わずにいりゃ恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるがな。それから俺もお前たちと同じ囚人だ。新人を迎えたのは特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。黙り込むんだよ。無料コンテンツはここまで。こっからは有料だ。お前モラじゃなくて特別許可権のことしか頭にないのかよ。そろそろ着くぞ。ここから降りろ。ほらお前も操作してみろ。で今までの人生の投影だってか。そこまで大げさじゃないぞ。囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で。オイラたちちょっと気楽すぎる感じに見えるかもな。
むい。もうよそのやつの縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたら、ヌビレットでもオイラたちを助けられないんじゃないか。脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。そのお前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか。ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことないと思うけど、うん、なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか。いや、いい、今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボの多い場所なのか？オイラたち、もうバレたのか？囚人ナンバー7459番、7560番、ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね、こいつらをここで待たせてたんだ。オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ。公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピテ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。いや、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパインでいいかい。ディーキン君による出迎えはいかがだったかな。それは素晴らしい。ディーキン君、以前労働のミーティングの際に運命について話したのを覚えているかい？運命とは何事にも真剣に取り組む者にこそ微笑むべきだと。戻ったら監視から追加の特別許可権が与えられるだろう。ありがとうございます、公爵様。それにお二方からもまさかそのような身に余るお言葉をいただけるとは。今後何かあればいつでも私めに仰せつけください。もちろん特別許可権はいただきませんので。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、リーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表してメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。直々に案内してくれるのか。なんだか何考えてるんだかわからないやつだな。道理でシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。とにかくまずは追いかけよう。
かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者のくせにそんな風に考えてるのかよ。オイラたちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ。だとしたらあんたらはきっとこの水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことはトラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所、特別許可食堂だ。毎日一食セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがってお金はいらないのか。ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ水でさえ特別許可券で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでからサービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃメロピデ要塞は不満であふれてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのはみんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみるとなんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちはやっぱり自分の目で確かめないと。さあ向こうも案内しよう。ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね。互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか。一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。公爵、ここもお前が作ったのか。いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろん
これらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか？人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい？いやいや、おいらはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人、おいら才能があるらしいぞ。ここで事業をやってきるかな。そういうことはまたおのおの計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。お釈様、おはよう。じゃなくて、こんにちは。今何時だ？いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて、息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません。どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。さて今度はあっちに行ってみようか。
ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。あ？どうした？なんでもないぜ。オイラはただ明日はきっとクタクタだろうなって。残念だが怪我はない。お気遣いどうも、チグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はチグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。看護師長といっても看護の仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。俺、案内はもう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん、他に何があったか。実はめったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。ならとりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して。ここのサービス食すっごく美味しいんだから。じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。え？ここのご飯ってくじで決まるのかよ。うん、何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人とも、さっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな？お仕事は忙しそう？お体は健康？体は大丈夫だと思うぞ。ずっと真面目に仕事してて、ちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。
看護師長の心配は杞憂らしい。もう長いことヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。ん？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね、どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。どういたしまして、新たな生活があんたらを待ってるさ。よく見ると君たち可愛いのね。こんなに可愛いんだから自分の可愛さには責任を持たないとね。うちが言いたいのは自分を傷つけたり壊したりしないでってこと。食べ終わったかい？なら居房エリアへ行って休むといい。明日は働かないといけないからな。俺から特権を得たいなんて考えてないだろうな。悪いが特別許可権との引き換えしか受け付けないぞ。ここはあんたらの想像ほど優しい世界じゃないんだ。